今日も寒いのでこれにします。これなんか最近売ってますよね、明星の一人締めラーメン、札幌味噌鍋のラーメンですかね。札幌信玄監修ってなったんですけど、これを寒いので辛くしてマーラージャンを入れてちょっとアレンジしようかなと思います。じゃあこれをいってみます。はい、できました。これはの締め鍋ラーメン信玄ってやつですね。これちょっと最近よく売ってるんで買ってみてたんですけど、かなり濃厚に作っちゃいました。ごまだれとかね、豆乳も入れたりとかして、ちょっとアレンジしまくりましたけど、これをいってみたいと思います。じゃあ今日はこの札幌黒ラベル埼玉150周年記念ってやつですね。これいきます。うまいです、間違いない。ではこのラーメンいきますね。味噌ラーメンです。ドロドロですね、かなりドロドロにしましたけど、スープいきます。あ、今日にぴったりのドロドロさ、うまいですよ、これはうまい。麺いきます。これはね、ノンフライ麺で、いわゆる日本のラーメン、普通のラーメンですね。中華三昧とかの麺と一緒です。スープがね、やばいですよ、これ。あったかい。確かにこれ、締めのラーメン、鍋の締めで食べてる雰囲気がめちゃくちゃあります。いや、寒いからめっちゃ効きますね、これ、体に入ってくる。あ、なんか生き返る感じがあるな、すごい。じゃあ最後にいきます。じゃあゆっくり食べます。今大雪ですよ、今ね、まあ、約2時ですか。めちゃくちゃ雪がね、舞ってますね、これね。なんだ、さっき、ワンコのね、散歩行ってきたんですけど、そのあたりからちらほら降ってきたなぁと思ったら、今すごい降ってますよ。初雪ですね。すごい寒いです。今ね、エアコンの暖房プラス、ヒーターもつけてますよね。じゃないともう耐えられないです、この寒さは。これをですね、たけるくんこの前、年末か、年越しでやったやつですね。あざとくて何が悪いのですね。12月31日、大晦日。佐藤健が、あざとく年越して何が悪いのに出演したと。これがですね、TVerでね、もう上がってるんですね。で、まあ、これ前も言いましたけどね、トリンドル、レイナが、そう、健くんのね、キュンとしたことがあるっていう話ね。その様子を再現した VTR で振り返る。握手したやつね。バラエティの番組で楽屋挨拶は一言二言。しかし佐藤の場合は違った。彼女が挨拶するとすっと手を出して握手を求められたのだ。トリンドルは当時の状況についてなんだかんだかっこいい感じで握手をされるというのがたまらないと。スタジオゲストの高橋ひかるが握手をするって認めてもらったって感じ、心を許してもらってる感があってすごい嬉しいなと思いますと感想を述べていると、山里がすかさずもらいキュンしてんじゃんとツッコミを入れた。この時でもね、絶妙だったのがやっぱり田中みな実さんですよね。握手なんて舘ひろしさんぐらいしかされたことないっていうのがね、舘ひろし握手しそうだなと僕思いましたもんね。絶妙な名前挙げてくるなと思いましたけど。この他、道が滑りやすいことに気づいたアンガールズの田中ね。そう。それが万ユンのユンがキュンとしたってことね。これも面白かったですけどね。危ないからこっちを入れて声をかけたという再現 VTR も放送。田中みな実のリクエストにより、佐藤も同じセリフを言うことに。聞いてないよと困惑しつつもカメラ目線で、そこ危ないからこっちを入れて一言。スタジオは大興奮となった。そう、アンガールズの田中ってね、案外こう男前って言われますよね。まあまあ元々スペックはいいんですよね。よくよく見るとね、キモいキャラ作ってますけど、それやんなければ結構かっこいいじゃないですか。
身長でかいし金持ってるし、もともとお坊ちゃんですね、自宅すごいでっかいですね、実家がね。で顔もね別にね整った顔してるし、で高学歴ですよね確かね、うん、あのアンガールズでね大学の同級生と組んでますよね確かね。でもだから僕は田中さんなんてね、かなり結婚したい女性からしてみたら、女性からしたらかなり狙ってる人多いんじゃないかなと思ったりしますけど、まあ、それの落ち葉を踏んでてね、滑りそうだったから危ないからこっちおいでって声かけられたっていう話ですね。で、たけるくんはそれ真似したっていうやつですね。まあ、それの無料動画でも、速攻危ないからこっちおいでたけるくんバージョンのやつが TVer で何度も見れると。それに対してネット上では、佐藤の危ないからに反応する人が多く、これで2022年は乗り越えられる。早いな。もうこれだけで乗り越えられる。無限ループできる。無限ループはね、できそうですよね。佐藤が出演したパートで年越しカウントダウン。まあそうですね。そう、そんな感じでしたね。素敵な意見になりそう。最高の年越しとコメントがあったと。そういえば、モネちゃん僕知らなかったんですけど、カウントダウンの、カウントダウン TV? でしたっけ年末の。あれ出てたんですか、僕知らなかったんですけど、だから、モネちゃんモネちゃんで年越しの番組出てたんですよね。だから、竹モネで年越ししてたってことなんですね。僕は竹るくんのしか見てなかったんですけどね。まあ、すごいですね。次回のレギュラーは、次回の番組1月22日に、キンプリの永瀬廉が登場だそうです。江本佑さんと、ってことですね。まあ、両方かっこいいですよね。永瀬廉なんていうかね、もうイケメンの代表みたいなもんですからね。まあ、そんな感じです。今日も雪ですけどやってきますよ。ではでは。寒いね。寒いか。寒い。寒いね。いや、行くで。こんなに降るとは思わなかったです。こんな降ってますよ。やばいですよ、こう。うちのマンションの前の公園が。こんな状況になってます。こんな降るとは思わなかった。やばい、こう。真っ白ですね。ベランダも真っ白。すごいな。いや、寒い。寒いです。